ラブスマイルのフルスロットル。しかも結構後ろめだからいい番号弾けるかもしれない。いつも前らへんとかに張り切っちゃう。張り切っちゃうやん。いっぱいある。私割とこの店強すぎる。いいよね。14番。私5番。5番。5番行くってことはもうあれだね、5とだね。5とかな。あ、じゃあ5番、あ、5番10番で5と。なるほど、5と行こう。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おにをどうぞ。おはようございます。8時50分再生率になります。よろしくお願いします。予想とはちょっと違うけど、まあまあ久しぶりに一桁を引けた気がします。ギリね、ギリね。なんか一番乗り入場みたいな感じの感覚。あ、でも優しい、こういう感覚開けてくれるの。メイン、あ、ゴッドなんだね、このメインはね。あとルパン三世、はい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 。え、なんかここ多分一番メインでしょ。やっぱ寝台置くよね。ほらほら、やっぱりなんかちょっと内装変わってない、変わってない。ラブ城とかあっちにあったじゃんね。あ、この辺は一緒。わ、シャドウハーツ。その噂の、あ、ジャッカスは取られて、あ、あったあった、これだ。乙女魂ってこれだよ。あの、全国に仙台しかないという。まあ、このあとね、なんかね、増えるかもしれないですけど、私、こちら、戦国コレクション2行きたいと思います。打ち慣れた台っていうことで。ほら、ライジングさんがいらっしゃいますよ。さすがにね、行かないっす。さすがに行かねっす。ルパン。ルパンか、ルパンな。北斗打とうかな。なんかね、ケンちゃんやる気があるんだ、この顔。やる気があるの。みんな一緒だけどな。あ、ちょっとチェックチェックしよう。あ、マネジチェックしよう。7C 打ちたいな。宮はどこ行ったかな。これやっぱりセンコレア。やはりセンコレア。あ、凱旋いいな。凱旋打ちてえな。凱旋打つためにちょっとケンちゃんに頑張ってもらうんだとか考えてたら多分ダメなんだろうな。おはようございます。ラブスマイルのコレズキとマイミです。おはようございます。おはようございます。パラッと大船店様にやってまいりました、はい。って何します。もう取りましたよね。もう取ってます、はい。抽選もね、はい、9番と20番。はいはいはい。まずパチンコ担当なんで、パチンコ担当なんで大丈夫なんですよ。全然私も9番だから何でもいけるかなと思ってね、うん、ちょっとあの寝台行きたいのあったんだけど、うん、ね、仙台しかないってさっき情報聞いた。行きたかったんだけど、まあまあ今回はちゃんともうちょっとほど自分が詳しい台をということで、うんうんうん、戦国コレクション2をちょっとね、やはりなってやって取ってきました。並んでる時に何行きますかねみたいな話。なんか先行例窓まぎ、うん、先行例窓まぎとかいう話してて。え、パチンコ何取ったの。私はいつもの場所あるじゃん、うん、ゼロ、キャップアイ、あの場所、うん、がね、ライジングになったでしょ。ライジング見た。そこはね、華麗にスルーしてスンっていう、ちょっともうすごい苦しい思いをしてるで、ライジングさん。ちょっとさすがに5万じゃ無理だなと思って。うん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 。ね、そうね、そうそうそう。ちょっと、まあ、結構プライベートでうちに行くことが多い北斗。おーおーおーおお。あれ、ラブスマでは初めて。そう、初めて。そうだね、あの、うん、私もあのメイン通りをわざと通ったんだけど、やっぱゴッドかみたいな。
すごい。で、反対ルパンだったんだけど、うん、ルパンだったね。まだプライベートで当ててないから、うん、まだね、ビジョンが浮かばないんで、そうだね、ビジョン見たら OK みたいなのがまだ分かんないから、ちょっと置いといて、当てたことがあるやつで、うん、ちゃんと勝ちたい。だちゃんと出したいんだよね、まだ、そうだよね、パチンコでね、ちゃんと出してないから私もプラスあれだけど。が朝一ホット、うん、パチンコホットと戦国コレクション2で、うん、で、まあとはまたそう、うん、およいおよいで、ホットで1万発出たら私凱旋行くから、うん、あ、オッケー、うん、そこは自由にして。私も、うん、戦国で2000枚回目出たら、うん、どっか行くわ。決めてないんか。なるほどね。4万使って1万発出して凱旋行くね。ドカタ1万使って。なんで？というわけで行っていきますか。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。行きます。していきたいと思います。動画で打つの初めてかもしれない。1人目いきます。ただプライベートとかでは結構打ってるんですけどね、あまり記事になるほどのいい演出とかが見れてないんで、ここら辺が下手くそなんですよね。なんでいい演出というか、これはもらったっしょみたいな演出が見れればいいんですけど、頑張ります。黄色か、予想しましょうか。540です。あ、3いった。まさかの展開。まあ外弱いですけどね。2-1とかいかないともう話にならないし、そんな剣王様働き者じゃないはず。だからそんな簡単に出てこないと思うな。お、でも強い。1回じゃ弱いけど。あ、黒背景になりました。6
ので、これは天国にいる可能性ありますね。強いもん。あ、もちろんこのセリフにもあの示唆があって、なかなか出ないけど、まあ、今はやめない方がいいと思いますとかって出たらもう AT 当選、期待度が大幅アップだったりします。今ござるなんの言葉も赤文字だったので、あと大体のセリフってまあ期待度 20% ぐらいだったりするんですけど、まあ、でもこれはあのごめんなさい、 体感上ですけども、まああの当たると思います。チャンス頻繁もやっぱり期待できますね。外れる時ってあのチャンスですが本当一回も来なかったりするので、これは朝一もらったでしょう。仲間3人だけど、仲間2人か。あ、女の子チャンスアップちょっとだけ。ここで仲間が増えてる場合もありますからね。クローバーはついてない。復活、復活しました。当たった、早い。あとはもうこっからまたシナリオとの勝負です。行ってきます。ありがとうございます。私は初当たりは早いんです。その後伸ばせるかどうか。あ、ここか。ここのレアヤークは多分あんまりどうかな。あ、でもまあスイカだから、スイカだからってわけじゃないけど、あー、敵の男です。まだまだシナリオ的には見えません。まあ、ほぼほぼシナリオ1か2。ここのセリフでもあの一応継続率の下があるけど赤文字が出ませんね。50杯以上とかが、うー、どうかな。あ、男か。もうこの人強いんだ。あ、ダメそう。わあ、そうだよね。これ何だったのかな。残念。背景がキラキラ。一応あの通常 B 以上の可能性があるかもしれませんけど。お、あ、復活。あのこういうパターンは初めてです。あ、じゃあこれはもしかしたらシナリオなんだろう。あれ 80%、 もしかしたら 10% を引けたのかもしれません。まあ、何せよ次これほらアメリカなんで継続期待度は 80% あります。でも単発は回避。お、あ、あ、分かんない、まだ分かんない。全然滑っちゃった。お、金レアヤーク強チェリーでお願いします。ジャックチェリーか。負けと上乗せしてくれると思いますよ。これも続けば続くほど上乗せの期待度高まるんで、どうかな。しなかった。女の子来い。し、西郷さん来たけど 80% 引けてるかどうか。
わ、怖っ、チャンスアップない、チャンスアップ1回、お、2回、お、80% 引けたかな、アドバイス、よし勝利。3の国、うーん、黄色でやっぱ味方、あ、じゃあ敵の男、やっぱこれシナリオ1かな、どうかな、はい、男、チャンスアップもないな、レア役、けど一応発展はしますね。もう一個、もう一個、まあまあまあ、ラオウちゃんお仕事です、ラオウさんお仕事です、お願いします、バカンスかもバカンス行ってるよ、頼む、ピャーっていう、ピャーっていうのを、お、来た、小当たり、わかんないけど、まだわかんないけど、きっと小当たりだよ、赤い文字がいっぱい出れば OK、青、青、赤、青かか、まっちょ、あー無理、小当たり、兼用ボーナスならず、早速の小当たりありがとうございます、お約束だよ、お約束、切るわ。はい、終わり。お、割れろ。割れてくれ。割れない。割れる素振りも、あ、こけた、あ、こけない、こけないんかい、あれで、ね、尻餅をついたら変わる、変わったんですけどね、まあ変わったんで、まあ、まあまあまあ、あー仕事した、3点敗でも、あーやばい、激闘、いや、最初のチャンス、これでどっちが出るか、あ、トキ来た、熱い、相当熱い、これはやばい、 2D ですよ、 2D、 これは外
から私今日帰る。これは暑いよ。だからね、これ私初めて見る。いつもあそこでケンシロウが出てくるからさ、お願い、本当にお願い。これねえ、ほらよかった、仕事した私今日。頑張ろう。たまあるかな。いやー、ありがとうございます。たまないかも。あった、投資6112回転で当たりました。ありがとうございます。大事なのはここからですよ。いかにサウザー、あのケンシロウを選ぶんですけど、いかにサウザーを避けるか、サウザー を出さないか、ここにかかってる。もう一回続いてくれたらいいんだけど、どうだ、どうかな。誰も出てこないのはあのいいかもしれないよ。あ、やっぱ来た、来ました、来ました、大当たり。だいたいね、あのなんだろう、無責任なことは言えないですけども、金のあれなんていうの、襖が閉まって仲間が現れないときは割と暑いと思います。てい、あ、 50% スタート、 50% 以上ですね、 50% 以上スタートなんで、これもシナリオ4か6の可能性が、うわ怖い、お願いします。まあ、これでまずシナリオ1、2、3、5の可能性がなくなりました。まあ、相手はシナリオスタート画面は敵の男なんですけども、まずこれが 50% であればもうこれを引けばなんとか次につながります。怖っ、お願い。
でしょう。 50%50% できちゃって2回目の 50% 引けなかったんだと思いますが、あれもクローバーから出たので、あの天国128コレ以内に当たるんで、まあ気を確かに頑張ります。あ、ジャギさん、ジャギさん、おはようございます、ジャギさん。カモン、カモン。あ、来た。ジャギ来た。これは大丈夫でしょう。あれ、バトル大丈夫かな。おっと。おっと。おっと、話が違うぞ。話が、目をつぶっていただけると、あーやばいかもしれない。嘘でしょいやいやいや、あ、危ない危ない、危ない危ない、ジャンケに負けるなんてえい、おっしゃー幸先が良すぎてちょっと手が震えております。もうどうしようみたいな、足がガクガクしております。よいしょ。ふぅ、ほら、まれに見る絶好調査だよ今日。大船店でパチンコ担当のこう使命を果たしてる感がある。いいなぁ、気持ちいいですね。やはりそしてダブルアタッカーが早いっていう。ダメダメ、気のせいだよ。ダメーダメー、終わった。ない、チャンスアップがない。終了のお知らせかもしれない。攻撃まだあるまだある。おっせー16ラウンド、あぶね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 ー、マジやられたかと思った。ふー、チャンスアップなしはほんと怖いよ、やめてよ。ありがとうございます。24回、16ラウンドゲット。サウザーに勝ちました。今日のケンちゃんやる気かもしれない。いいの来い、カモン。あ、また 50% スタートです。お願い、よし、次何かな。 50% クリア。え、あ、負けてた。待って、復活してください。あ、よかったよかった、本当に。いや、あんなかちゃんさんだったらマジ勝ったと思って、本当勝ったと思って、本当失礼しました。1、2、3、4、5、6、7。おお。よし、お願いします。16で、うまい、あたしうまい。